おはようございます。ハワイ3日目の朝です。今ここは朝カフェに来て朝ごはんを食べに来ました。まだ時差ボケが若干残ってるんですけど、時間が今7時36分。今日はですね、車がまだあるのでレンタカーを引き続き使ってスノーショアというエリアに行きたいと思います。ここでまず朝ごはんを食べてから行きます。あ、来ました。名前わかんないけどめっちゃうまそう。卵、スクランブルエッグとチーズと、トミ君が食べないフルーツ2つ。うまそう。いただきます。あ、うまい。これなんだろう、ベーコンとチェダーチーズとハムとかも入ってるのかな。あとアボカドとかも入ってる。普段さ、俺も朝ごはん家で食べないけどさ、海外来るとさ食べれるよ、普段食べてなくても。結構カロリーは高そうだけどさ、なんか軽くない。アイホップのオムレツもうまいけど、このオムレツもうまい。いや、オムレツ食べてほしい。今日はドライブスルーしたり、今日いろいろできるかもしれない。天気も今日いいからビーチも行って、今日こう一日になるんじゃない。昨日はいいんだよ。まだ俺さ、エッグベネディクト食べてみたいんだよ。まだ食べてないんです。コーヒーファームにやってきました。ここでコーヒーを飲んで、なんか美味しそうな感じだったら豆買ってみようか。これ買えろ。クッキーとかさ、パンケーキの、これパンケーキ？パンケーキミックスとかあるよ。こっちはコーヒー豆。どれがいいのか分かんない。こう豆がさ、いろんな種類の豆が売ってるんだ。ノーシュアブランド。あ、ノーシュアブランド。ノーシュアブランド。カウンターでコーヒーを引くことができます。書いてある。Yeah, do you want to play? Sure, what would you like? I have two black coffee, two flavored coffee, two cold teas if you're not a coffee drinker. These three are going to be my medium. This is going to be dark roast. This is my house blend. This has my beans from my farm outside. Very smooth, low acidity, good breakfast coffee. Very smooth and not bitter also. My seasonal flavor and my fifth bestseller out of my flavors. These are also cold teas, no caffeine in each. What do you want to try? I want to try this one. Yeah, sure. For two? Yeah.なんか甘い匂いする。あー、ちょっと酸味が強いかも。そんなことない。後味ちょっと酸味強くない。苦くはないね。酸味強くない。飲みやすい。なんかスーって飲みやすい。スーって感じ。苦味はない。それって言ってキャラメル、どんな感じなんだろう。Thank you. 匂いがキャラメル。甘い。匂いから甘い。うん、匂い嗅いでる。おー、すごいキャラメルの匂いする。甘さはないでも。甘さないんだ。匂いは甘いけど、コーヒーって感じ。味は意外とさっぱりしてる。どっちがいい、ふみくん的には。こっち面白いかも。か香りがキャラメルだから。シナモン。Can I try that one? Can I try シナモン and creamy vanilla?Thank you. こっちもバニラとかね。Yeah. Thank you. これはシナモンの方。匂いは甘いね。あ、でも酸味はさっきよりないかも。はい。甘さもな。甘、はい。でもちょっと甘い気がする。甘いってほど甘くないけど。俺こっちにしようかな。俺もこっちにする。で、俺はキャラメルにする。キャラメル？これ面白い。なんかよく味わってみるとやっぱなんかキャラメルっぽいんだよ。甘さはないんだ。ちょっとだけ。いや、これ全部でも美味しいの。飲み心地がいい。ディカフェイナ、ディカフェ1個とスニッカーデュードル買おう。これさっき飲んだやつで、マカダミアナッツ。マカダミアナッツのコーヒー、ハワイアンヘーゼルナッツ。5ドルで小さいパックもある。これなんだろうね。タンブラーとかもある。家に持ち帰った時に豆の引き方によって、まあ、なんか加工してくれてる。3
さあ今コーヒーファームでホワイトモカと豆を2つ、こっちがディカフェ、ディカフェもあったのでラスイチだったんですけど、8オンスかな、うちのディカフェと、これは試飲して美味しかったスニッカードゥードルっていう種類の豆で、酸味はそんなになくてでも飲みやすかったのでこれ買ってみました。匂いがすごい甘いシナモンの匂いがするって書いてあったんですけど、美味しかったのでこれ2つ。買ってみました。どう、ふみくんのモカは。え、モカめちゃうまい。うまい。なんかさっぱりしてて甘すぎないの。ホワイトモカ。これなんかコーヒー牛乳みたい。あ、マジで。ホワイトモカ。で、美味しい。日本のコーヒー牛乳だ。モカね、なんかさっぱりしてる。意外と。飲みやすい？飲みやすい。コーヒー牛乳ってちょっと似てるかも。嘘、コーヒー牛乳っぽさもある、うん、ホワイトモカってあんま飲まないけど、そうなのかな。いや、俺のモカもコーヒー牛乳でこんな感じ。ちなみにこれスモールサイズなんですけど、日本で言ったらラージぐらいあるよね。いや、いいね。後ろがちょっと逆光なんですけど、コーヒーの木がいっぱいあって、あれも多分見れるのかな。後でちょっとチラ見したいと思うんですけど、今日はご覧の通り天気がいいので、この後ドールプランテーションに行って、でもうちょっと北の方に車を進めて行って、あのビーチとかもね、いよいよ初、3日目にして初ビーチを今日行けるかなと思うので、今日は濃い1日になってます。ワイキキはワイキキでいいけどさ、これどこなの、ノースショアではないのかな。ハレイワっていう場所もなんか結構有名みたいだよ。これ田舎に来るのもいいよね。これがこの工場の裏側にいっぱいあって、ここで栽培してるのかな。わ、虫がすごい。こんな感じになってます。ここで採れたコーヒーの実を中で飲んだり買ったりすることができます。すごい、もう新鮮中の新鮮ですね。ここにこう実がなるのかな。ここに鶏がいて、ヒナが帰ってる。かわいい。はい、アロハム。はい。あ、ドールのあのトレーナーとかよくない？これよくない？いい。このドライパイナップル。これ一つ買ってもいいね。安いね。8ドルだって。これいいじゃん。マンゴーもあるじゃん。こっちはカットされたパイナップルだ。こっちはカットの方が安いんだよ。これ何が違うんだろう。こっちの方がちっちゃいよ。ちっちゃいんだ。サイズが違うんだ。これいらない？これいらない。これいらないし。パッションフルーツのグミもある。パイナップルのチョコレートもある。ホワイトチョコレートパイナップル、すごい甘い匂いがする。お、なんだろう、これポップコーンみたいな感じ。すごいいい匂い。こっちには、あ、ドライフルーツのグラノーラ。すごいよ、ドライフルーツのやつかな。グラノーラだって。匂いが甘い。匂い甘いよね。なんかあれめっちゃ広い。めっちゃ広いよね。これパイナップル、何？ショートブレッドクッキー。これ買おうかな。美味しそうじゃない？これ美味しそうだね。ポップコーンだ。キャラメルポップコーン。パイナップルのポップコーン。せっかくだからパイナップルにしようかな。これ買おう。パイナップルのクッキーと、この2つ買おう。ジャムもある。シロップもあるじゃん。ココナッツシロップ、パイナップルシロップ、蜂蜜もある。マカダミアハニー。 Oh my god,
これがパイナップルだ。あ、一つパイナップルある。これこうなるんだ。じゃあ次はドールプランテーション後にしてガーリックシュリンプを食べに行きましょうか。はい、今ハレイワのフードトラックがいっぱいあるところに来ました。テーブルの上にニワトリがいる。めっちゃいい感じじゃない。ガーリックシュリンプ来ました。このガーリックシュリンプ美味しいらしくて、エビがね、すごいいっぱい入ってます。すごい量だよ。すごい量ね。そのままいっちゃうから、めんどくさいから。あ、うまい。うまいよね。うまっ。ご飯にもさ、チップス、ガーリックチップスが乗っててさ、すごいガーリック、エビプリプリじゃない？めっちゃうまい。うん、おいしい。ちょっとスパイシーなやつも行ってみたいね。味が4種類だったね。でも一番シンプルなのはこれだ。一番人気って書いてあった。ごちそうさまでした。美味しかった。道路はだって反対側にもフードトラックがいっぱいありそうだったので、そっちも覗いてみようと思います。この辺すごいね、一本道だから車が渋滞してるね。渋滞する。こっちにも少し雑貨屋さんとかカフェがあるので、ちょっと覗いてみようか。蜂蜜とかピーナッツバターとかある。チョコレート、すごいでっかい。こういうのいいよね。重っ。1キロぐらいある。1キロだって。このコーヒーの、このコーヒーのピーナッツバターだ。ノースシュアシロップだって。ココナッツシロップ。これはポケ。結構人気。ポケ人気だね。お、ハロー。ここはここはいい感じじゃない。メンズは T シャツ、白 T はもう何枚あってもいいよね。ハンドソープとかもある。これいい匂いしそうだな。こっちは帽子があります。すごい種類。これこれいいな。これ良くない？こっちもちょっとお店ありそうだね。あ、バーガーあるじゃん。ハレイワバーガー。サルサあるよ、ふうくん。すごい、めっちゃでかいバーガーがある。こっちも少しだけ韓国のコリアンバーベキューだって。こっちは何？マライチャイ、タイ料理だ、タイだ、はい、なんかすごい、いろいろありそう、ここ。カフェとか、また雑貨とかあんのかな。でも車めっちゃ止まってるからさ、歩くだけでもいいよ。なんかあるんじゃない。こっちもまた雑貨屋さんだな。フラフラみたい、匂いが。貝が。あ、やっぱこういうのある。ディフューザー？ハワイのこのココナッツみたいな匂いいいよね。いいよ。ソルト。ね、この辺面白いね。じゃあ次はサンセットビーチっていうビーチに向かってきます。ルート99は。本当のルートなのかな。今カフェに来て、アサイ頼んでみました。めっちゃ綺麗。ファームトゥーバームっていうお店で、ブルーベリーとパイナップルとバナナとストロベリーが入ってます。下にアサイとオーツが入ってる。いただきます。うん、めっちゃうまい。バナナがなんかうまい。バナナスーパーで安かったよね。これでも
すごいお腹にたまるからこれ食べると何も食べれなくなるんだ。オーツがいっぱい入ってる。サンセットビーチっていうところに来ました。めっちゃ暑い。波がねすごい強くて、声入ってんのかな、これ波がめっちゃ強くて石が多いんで、さっきなんかこれめっちゃ血出てるんですけど、足がめっちゃ痛い。今サンセットビーチを出てワイキキに向かってるんですけど、めっちゃ混んでます。2時間ぐらいかかるかな、ワイキキまでは。もしかしたら、もしかしたらそのぐらいかかるかもしれない、ね。はい、今ガソスタに来たんですけど、ガソリンをハワイで入れてみたいと。てか、これガソリンどれ、レギュラーでいいか、どうしたらいいですか。わからない。なんか今わかんなかったんですけど、先に中でお金払うみたいな。で番号言ってとりあえずわかんなかったんで20ドル払って、で下のボタンこれか、レギュラーをしてリムーブノーズ、これを外してあと2本つけた。こんな感じで今入ってます。一応20ドルにしたので20ドル止まると思うんだけど、4リットル大丈夫かな。4リットルじゃないかな。で OK か、 OK、 これで、うん、とりあえず入りました。20ドル分。じゃあ車返しに行こうか。レンタカーを返してワイキキに戻ってきたところで、今から、ハワイ旅楽しみにしていたチーズケーキファクトリーに行きたいと思います。一応予約を9時にしたので、今ちょうど時間が9時で、そのまま入れるかなと思うので。めっちゃ混んでます。ほら、チーズケーキ、これテイクアウトもできるんですよ。あ、パスタあって真ん中の方にある。パスタあるんだけど、ここ行くのこれか、誰、これだ。これ全部2ページ全部チーズケーキメニュー。でもオール文字っていう、サンドイッチとかもあるよ。あとサラダも美味しかった気がする。サラダ1個だ。サラダ1個だよね。1個だ。サラダ1個、パスタ1個、もう1個違うんだろう。確かに。今パン、これマジでうまい。ピンク合うかな。このパンがマジでうまくて、バターをつけて、外がカリッとしてて中柔らかくて、甘くもないもんね、こっちの白い方も。どっちが甘いか、ここの方がうまいね。思い出したわ、これその白い方がめっちゃ硬いって言った記憶ある。さあ今全部来たんですけど、めっちゃ量が多いので、これサラダとかこれ見てください、この量なので、ボックスをもらってホテルに持ち帰って明日以降食べたいと思います。じゃあ、can I have a box please? One box? Two box please? Two box?
Yeah. And also, can I have an extra bread? Thank you. Pasta. 食べたいと思います。前回美味しかったパスタ。ちょっと違うんですけど、チキンは入っているので、いただきます。まあなんかこのソースがさ、ピリ辛甘って感じだね。うん、サラダが多すぎるので持ち帰ります。すごい量だね。やばいよね。やばいよ。あの店員さんさ、半日分、1日じゃない。でも美味しく食べたいじゃん。ね。いやこれは。置いておいて、パンがあまりに美味しすぎて、おかわり2個目、ね、でも2個目は全部チョコだね。そういうのないよ。そういうのないの、なくなったの。今度サラダいきます。チャイニーズチキンサラダ、美味しいのやるの。あっさりテイストじゃない、冷たいサラダです。ツナチャーハン、ツナチャーハン。おー、なにこれ、なんか、照り焼きチャーハン。甘い、確かに。甘い。ツナも柔らかくて、ほんとね。うまい。だいぶ甘い。なんか、チャーハンって感じじゃないの。じゃないね。日本のチャーハンと全然違う。これパクチーだ。これも全部パクチー。ね、これも全部パクチー。大丈夫パクチー。いい。じゃあ最後、チーズケーキ。このメニューの横にカロリーが書いてあるんですよね。これだ、ココナッツクリームパイチーズケーキ、1370キロカロリーのやつ。前回かな。ゴディバチョコレートある。どうしよう。あ、俺これにするわ。クラシックバスクチーズケーキ。さあ本日のメイン、チーズケーキ。いやすごい、トロトロ。これ前食べたやつよりもうまい。これさ、一つが多すぎてさ、大きすぎてさ、フォークのこの一切れにさ入らないの。うまい。この角がうまい。完食。ごちそうさまでした。では今日はここのチーズケーキファクトリーからお別れしたいと思います。ぜひハワイの動画楽しんでいただけたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。